セフレの作り方教えてください。さあもう一回チンチンバまんまんに入れてしまったら、そらもうセフレバやあんた。そらそう。こげな簡単なことも俺は答えないかんとか。あんたこうチンチンバお前まんまんにこう入れてピューピューピューってしょった。あんたもうそれは性から始まるフレンズよ。セフレに本気にされた時どうすればいい。そんなお前100点満点の作り笑い出せや。で僕もで100点満点の作り笑いで答えろ。口とマンコどっちが気持ちいい。いや結局マンコには加点、原点にして頂点なんだから、わかるか。やったら好きになる男です。おやめとけやめとけ、男はそれなっちゃダメ。いついかなる時も下ネタ、じゃあ俺気づいたら下ネタの話させられると、とって気づいたらこいつらのせいなんです。気づいたら俺に下ネタの話させられる、どうしよう。でも俺も下ネタ話したいけん、マジウィンウィンやん。こんなに噛み合うこともないわ。